ご視聴ありがとうございます。テイルズ・オブ・アライズのメインストーリーをクリアしたので、プレイした感想をまとめてみようと思います。40時間プレイしてクリア後のデビューです。全体的に仕上がりの良いアクション RPG で、テイルズやバンナムのゲームが好きな人は勝手損はない作品だと思います。ストーリーはシンプルで理解しやすく、子供から大人まで楽しめる内容になっています。 重い世界観のストーリーですが、会話は笑えるシーンもあって、最後まで楽しめました。かなりのボリュームがあり、ストーリーをサクサク進めると、40時間じっくり進めると、50時間はかかると思います。やり込み要素を含めると60時間くらいかな。ストーリーはムービーと紙芝居が交互に展開され、少し前にバンナムから発売した。 スカーレットネクサスみたいな感じでしたバンナムは今後もこのスタイルが続きそうですね。戦闘はスピーディーに動き回ることができて、操作面ではストレスなく楽しめました敵の体力がかなり高く、戦闘が長引き疲れました。やや難易度高めだと感じました。戦闘はコンボをつなげて有利に戦いを進められます。通常攻撃、空中攻撃、飛行機など、 いろんな技を繋げることで、より多くのダメージを与えられます。パーティーは6人で4人が戦闘2人は控えです。控えの仲間も攻撃が出せるので、6人全員で戦闘している一体感があります。戦闘不動になっても瞬時に交代できてよかったです。ボスの攻撃力が高くて、自分や仲間が即死することがあります。仲間がいつの間にか死んでいることがあるので、 アイテムですぐに復活させてあげましょう。ボス戦はジャスト回避が必須で、敵の攻撃をよく見て、回避を優先して攻撃します。自分が回避に成功しても、仲間がボロボロになっていることがよくありました。シオンは回復や復活魔法に特化しているので、特にシオンの HP 残量を注意して、グミで CP を回復しておくと、戦闘が楽になります。 シオンが死なないように気をつける必要があります。回復アイテムが少なくて、何も考えずにアイテムを使ってると、ゴス戦で回復手段がなく負ける可能性があります。なるべくアイテムを温存するタイプのゲームです。お金も普通の戦闘ではもらえないので、気軽に回復アイテムが買えません。HP や c t が減ったら、 ファストトラベルでキャンプまで戻って回復するのが良いと感じました。課金でレベルアップやアイテムが買えるので、困ったら数百円課金すれば、戦闘が楽になります。スマホアプリではよく見かける光景ですが、プレステの RPG では初めて見ました。少しマイナスだと感じたのが、戦闘の難易度が高くて、回復アイテムが不足しがちなので、 課金を誘導してるのかなって思いました。フィールドの探索はかなり重要で、宝箱に強い武器や防具が入っています。装備を整えておかないとボス戦がきついので、フィールドは隅々まで探索するのが良いと思います。以上がゲームクリアした後の感想になります。100点満点で80点くらいだと感じました。バンナムらしい欠点の少ない量芸でした。 最後までご視聴ありがとうございました。